皆様大変お待たせをいたしました。改めまして本日はようこそ東京国際音楽祭2022にご来場くださいまして誠にありがとうございます。この音楽祭はですね、昨日始まりまして本日第2日目でございます。昨日はジャズマラソンということで1日たっぷりとジャズの演奏を楽しみいただきました。本日はワールドクラシックミュージックということで世界各国のお国の方々にですね、今日朝11時からご出演いただきまして様々な音楽を楽しんでいただいております。さてこれよりのお時間はですね、未来を担うプレイヤーたちと題しまして、海外作品世界初演または日本初演発表曲といった数々の新しい曲を皆様にお聴きいただこうと思います。未来ある若いミュージシャンたちが登場いたしますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ですね、演奏に先立ちまして一つお願いがございます。本日は公式カメラマンによります映像作品を撮影しておりますので、客席からのカメラ撮影ビデオ撮影はご遠慮くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあそれでは早速、トップバッターの方からご紹介してまいります。まずはじめはイタリア人作曲家でオルガニストでありピアニストのマリオ・エリトレロさんが子どもたちのための作品をこの音楽祭のために委託作品として作ってくださいました。その曲を船本恵子さん、菊川律さん、山下学人さんの3人のお子さんが普段よりピアノを一生懸命練習なさって、その成果を今日このステージで発表いただきます。そして最後にはマリオさんによる演奏となります。曲はクワトロピッコロジオチペルバンビーニです。世界初演作品の発表です。それでは船本恵子さんどうぞ。
こんにちは、ありがとうございます。私はプリトレオマリオです。よろしくお願いします。そう、通訳の岡安と申します。I'm sorry, I will speak English because my Japanese is still really on the begin. I'm really sorry. すみません、今からの英語を話させていただきます。なぜならば私の日本語はあまりビギナーなので、ここから通訳をつけてお話しさせていただきたいと思います。So, I would like really to say a warm thank you to Mrs. Noriko Adachi for this great invitation and also for the opportunity.The kind commission to write these children piano pieces. That was really a great pleasure for me to take time and develop this language dedicated to children. 本当に本日はお越しいただいて温かい観客の皆様に感謝いたします。そして足立のり子さんが今日のために移植作品という形で今日この東京国際音楽祭のために、曲を移植するという形でこの子どものための曲を作曲させていただきました。Thank you very much. And of course, many, many thanks to these wonderful children that played so amazing this new music. 素晴らしい演奏してくださった未来を担うお子様の方々に。もう本当に感謝いたします。Please let's invite only one second again our amazing children because they are the protagonists of this event. じゃあお子様方、Please. ご覧お願いいたします。今日は素晴らしい演奏ありがとうございました。Let's let them hear, please. A second, we continue to speak. Yes. Okay. So, and of course, it's incredible how the children take this new music like really serious to study, but also with their own amazing touch and really feeling about this music. 本当にこの子供たちはもうこれは本当にまっさらというか、今まで世界で全く演奏されていない曲なんですけれど、その曲に向き合って自分の気持ちとか、表現をした子どもたちは本当に素晴らしいと思います。What I did simply, I was thinking about some games that I did in my childhood in Italy. この曲についてなんですが、この曲は、子どもの、ための遊びの曲なので、自分が、イタリアで遊んだ自分の子どもの時代のこととかも考えて作曲しました。Really a lot we spend time outside in Italy when we were a child. And イタリアでは本当に外でよく遊んでいたのでそのことを考えたりとか。So I was concentrating me on these games that we hide ourselves and there are some other children that should search us. かくれんぼとかもイタリアにはあって、この曲を作曲するにあたりいろいろな世界の子供の遊びについて。いろいろリサーチしたんですけれど、日本とイタリアで全く同じような遊びをしていることに気づいたらしいです。で、かくれんぼとかもイタリアにもあって、で、日本でも子供がよくやってますよね。As well concentrated about the idea of children that jump, laugh, and have fun in outside alone together. 外遊びとか、ジャンプしたりとか、ケンケンパしたりとか、この、子どもたちの笑い声とかもこの作曲作品に入っています。So the Beatles are really not thinking to explain so many pianistic difficult, but as well as many intervals that really children has to study to dedicate time. So I really thank you, the amazing pianist that we have today. Thank you so much. 今日の素晴らしいこの曲はすごく技術的には難しいということではないんですが。表現とかもいろいろ大変なところがあるのに、本当に素晴らしく練習をしてくださった子どもたちに感謝したいと思います。Thank you so much again to Mrs. Noriko Adachi. 本当に足立のり子さんというピアニストの方が招いてくださってありがとうございます。Feel free please to
view my YouTube channel, Mario Ritreo. 私の YouTube にこのマリリトレオオフィシャル YouTube チャンネル作品がございますので、もしご興味がありましたらどうぞクリックして訪ねてみてください。And as well, if you have interest about our composition, our collaboration, you are really feel to 作品とかコラボレーションとかに興味があったらご連絡。Keep connection with Mrs. Adachi or email. Adachi さんにご連絡をするか、私に連絡ください。So many, many thanks to you all for coming to this concert. 本当に皆様のご来場に感謝いたします。Really glad to have you in this publicum. Thank you for visiting and wish you a pleasant evening. Thank you so much. 本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。素晴らしい演奏をいただきました。マリオさん、そして船本英子さん、菊川律さん、山下学人さん、皆さんにもう一度大きな拍手を送りください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続いての方ご紹介申し上げます。続きましては韓国の若手作曲家イナ・ヨンさんの作品です。こちらも日本初演となるピアノソロ曲でございます。曲名はリ・グロヘ・ヒワ・グロセ・ベイ。演奏は石川武蔵さんです。どうぞ。
ありがとうございました。素晴らしい演奏は石川美咲さんによる演奏でございました。それでは続きましてはクラリネットのカルテットが登場いたします。こちらの曲はインドネシアの若手作曲家ギャビン・ウィアニトさんの日本初演作品の発表になります。曲名はザ・クラルティスト・サイト・フォー・クラリネット・カルテットという曲です。演奏いただきますのは4人の若手クラリネット奏者でございます。岩瀬龍太さん、西村香織さん、鈴木一子さん、岩村真理子さんによるスペシャルカルテットでございます。それでは準備が整いましたらお呼びしたいと思います。それではクラリネットスペシャルカルテットお楽しみください。どうぞ。
Thank you.
クラリネットスペシャルクラリネットの皆様でした。どうもありがとうございました。ぜひですね、こちらの方に4人でお並びいただけますでしょうか。本日はですね、公式 YouTube チャンネルでこの音楽祭生配信しておりますので、ぜひお一人ずつお名前自己紹介いただけます。どうぞ前の方に。はい、クラリネットの鈴木郁子です。今日はありがとうございました。クラリネットの岩瀬龍太です。今日はありがとうございました。クラリネットの西村香織です。今日はありがとうございました。バスクラリネットの岩村真理子です。今日はありがとうございました。ちなみに皆様はどういうご関係ですか。どういうご関係でしょう。よく一緒にお酒を飲むなんちゃって、昔から知ってる方ばっかりです。はい、はい、ありがとうございました。どうぞ4人の皆様にもう一度大きな拍手をお送りくださいませ。素敵な演奏ありがとうございました。さあ、それでは続いての方ご紹介申し上げます。続きましては楽曲は日本人作曲家伊福部明さんのピアノ作品となります。演奏いただきますのはパリとウィーンに留学なさった後、現在は帰国されて日本で活躍されているピアニストでございます。先ほどマリオさんの時に、通訳をしていただいた方でございます。それではご紹介しましょう。岡谷朔也さん、どうぞ。
ました岡安拓也さんでございました。素晴らしい演奏ありがとうございます。